こんにちは、ジンです。よろしくお願いします。ということで、本日の動画なんですけども、スライド式の動画になっています。私が無職になって約1年が経過したんですけども、その1年で自分の考え方、思考が激変したという話をしていこうと思います。 それで、このチャンネルなんですけども、1972年生まれのアラフィフ世代の私が、50歳で早期退職して、その後、今はのんびりとスローライフを過ごしてるんですけども、その様子を Vlog 形式にまとめてアップしているチャンネルになるので、もし興味があればぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい。で、今回の動画なんですけども、先ほどちょっと言ったように、去年の6月で会社に行かなくなって、もうすぐで1年が経過しようとしています。 ま、そんな私の思考の変化について、え、ちょっと振り返って考え直してみたので、ま、そのことについて、え、話していこうと思うんですけども、え、この会社を辞めてからの、え、それぞれのえ考え方ですね、会社を辞めた後の考え方って、ま、本当に個人差しかないと思ってるので、え、まあ、あくまでもこれは私個人の話ということで聞いていただければと思います。ま、すべての人が無職になったからといって、私のような考えになるとは限りません。まあ、人それぞれと、ま、千差万別ということだと思います。 はい。それで、無職になった現在の考え方と比較するために、私は会社員時代、サラリーマン時代の終盤の時の私の考え、思考について、まずは話してみようと思います。 この時の私の頭の中、一番の関心事というのは、自分の資産推移でしたね。会社を辞めて、自分で生きていくということには、それなりの保険が必要ということで、一番の保険はやっぱりお金ということで、少しでも現役時代、会社員時代にお金を貯めて、なおかつ資産運用するということは、当時の私にとって一番大事なことだと思ってましたし、一番の興味関心はこの資産。 水資産運用ととここのことにつきますはいそしてもう一つ次の考え方になるんですけどもそのお金の次に自分の心配事ですねこれは本当に会社を辞めて自分が生きていけるのかと。 いうえ、漠然とした不安ですね。具体的に何が不安というわけではないんですけども、まあ、本当に、えまあ、これまでえ、レールに沿ってえ、学生時代、高校受験して、で、高校時代は大学受験して、で、大学卒業したら、え就職活動をして、サラリーマンをしてきたと。まあ、本当に、えー、ありがちな人生を歩んできたという私が、いきなり会社を辞めて無職になって、まあ、本当に生きていけるのかと。 いうような不安を、毎日毎日自問自答してたと。まあそんな日々だったと思います。はい。そしてまあこの二つはまあ結構ネガティブな話ですよね。えー、まあなので、プラス思考、ポジティブな考え方として、もう一つの私の楽しみとしては、会社を辞めた後ですね、無職になった時、まあどういった状態が自分を待ち望んでいるのかと、待っているのかということを妄想して楽しむというような日々だったと思います。まあ例えばですけども、 今のように、その当時ですね、仕事の納期に追われない生活ってどんなに楽しいんだろうなということを考えたり、あとは、やっぱり周りの目を気にして生きると。 いうことは、ま、サラリーマンにとって、ま、避けては通れないので、まあ、私も、そういった評価は気にして、普段行動していたので、まあ、そういう評価を全くされない生活がどんなに、ストレスフルで、快適な生活なのかと、いうことを妄想したり、まあ、あとは、これですよね。私、朝が苦手なんですけども、朝起きたい時間に起きれる生活。まあ、アラームのない生活って、本当にもう記憶にないですよね。えー、それこそ、学校に行かなかった 幼少期、えーまあ、5歳とか4歳ととかか4以下ですよ、ねえー、もう多分小学校は、まあそうか、親に起こされてたから、えー、まあアラームはなかったんですけど、結局自分が起きたい時間に起きれる生活なんて、まあ経験したことがもう記憶にほとんどないということだったので、まあそういった生活を送れることがどんなに素晴らしいんだというようなことを、えー、もうとにかく妄想して、まあそういった、えー、その解放された自分を、えー、想像して、まあそれに向けて日々頑張って、 というような日々が、えー、私の会社員時代の終盤特に40代中盤からまあ50代にかけてという、えーまあ、結構 5, 5年間はそういった日々を作らしていましたで逆に20代30代はもうがむしゃらに、えー、頑張って仕事をしていたという時代でしたね はい。そして、その後無事、50歳のタイミングで会社を早期退職して辞めることができたんですけども、無職になって最初の数ヶ月、半年ぐらいは、私がどんな考えだったかという話をしていきますと、やっぱりお金のことは自分の興味関心のナンバーワンでした。 会社になって、もう給料がなくなったということで、これから、景気後退が起きて、リーマンショック級の大きなまるショックが来ないかというようなことが心配でした。で、そういった意味で、資産推移、これはもう本当に自分の生命線なので、毎朝起きたら資産、自分の資産がどうかと、昨日のアメリカ市場がどうだったかということを真っ先にチェックすると。 いうような日々が、えー、無職になってから最初の、えー、半年とか、えー、10ヶ月とか、まあ、そのぐらいはそんな日々でした。そして、その次に心配だった、無職として自分が本当に生きていけるのかというところなんですけども、これは、えー、いい誤算でしたね、えー。もう本当に会社を辞めてもすぐですよね、えー。もう毎日本当に平和な日々が続くということで、まあ、これは本当に想像以上に快適な生活だったと。 いうことで、えーま、会社を辞めて生きていけるかということの、えー、心配が、えー、会社員時代あったんですけども、会社を辞めたらもう結構早い段階で、もうそういったことはもう吹っ飛んでいきましたね。もうあの心配は本当に意味がなかったなということを今でも思います。ま結局人間生きていかなきゃいけないんで、ま、会社を辞めたら、えーま、辞めたなりに、ま、何とか生きていけると、ま、生きていくというのが人間だと思うので、えー、なんか自分が、えー、本当に この状態になって、えー、大丈夫かどうかというような、まあ、過度な不安というのは本当に、えー、無意味だと思います。まあ、人間、えー、なるようにしかならない、えー、なるように頑張るというようなことだと思います。はい、そして、えー、続いてなんですけども、えー、これちょっと会社を辞めて意外だったんですけども、本当に何にも縛られない自由な毎日を 送ることによって、まあ、その自由な日々が、まあ、逆にちょっと不安になってくるというような、えー、まあ変な状態になりました。それが何かというと、まあ、自分がやるべきことをやれているのか、当然誰も何も言ってくれないので、えー、自分がやるべきことを洗い出して、まあ、それをちゃんとスケジュール管理する、タスク管理するということの重要性を感じ出しました。 で、最初は、えー、スプレッドシートですね。まあ、Google のあ、まあ、Excel みたいなソフトなんですけども、それに、まあ、日付をガーッと書いて、まあ、自分がやるべきこと、えー、タスクを、えー、そのカレンダー上にプロットしていくみたいな感じで、えー、やっていました。で、自分のタスクって何っていうことなんですけども、会社を辞めて、まあ、細かいんですけども、まあ、例えば、えー、税金を払わなきゃいけないとか、確定申告やらなきゃいけないとか、 えー、例えば、会社員時代、えー、私は、えー、企業が多角定居室年金に入ってたんですけども、それを新たに、えー、イレコに移し替えなきゃいけないとか、まあそういった細かいタスクがいっぱい出てくるんですよね。で、会社を辞めて特にしばらく、まあ半年とか、まあ一年とか最初のうちは、まあそういった、えー、会社員、サラリーマンから、えー、その会社員じゃなくなる、無職という肩書きがなくなるという状態に変わることによって、 まあ、やらなきゃいけない。え、まあ、健康保険とかもそうですし、え、税金のこともそうですし、まあ、そういったことを、え、々とやらなきゃいけないので、まあ、それが本当に自分がちゃんと抜け漏れなくやれているのかという不安が出てくるんですよね。まあ、これ、多分、サラリーマン時代に土から割れた、え、その、社畜のと いうことなのかもしれないんですけども、えー、自分はちゃんとやんなきゃいけないという気持ちが働くんですよね。悲しいかな。で、それによって、いろいろそういったサイトで自分がやらなきゃいけないことっていうのをピックアップして、で、それを書き出して、で、それをちゃんとタスク管理するというようなことを、まあ自分は結構きっちりやっていた方だと思います。まあそういった意味で、こういったタスク管理の重要性を感じて、現在では、えー、Notion というアプリを使って、私は日々のタスク管理をやっています。 まあちょっとサラリーマンチックではあるんですけども、まあ、こういった日々の自分のタスク管理をやることが、まあ、逆に自分の精神安定の重要なポイントになっているなということをつくづく思います。はい。ということで、まあ以上が最初の半年とか10ヶ月とか、まあそういった私の思考なんですけども、結局、まお金が心配というところは愛も変わらずということで、まあ、会社を辞めてから、しばらくの間はずっとその状態が続いていました。 まあただここに大きな変化が現れてくるんですけども、現在私、無職になってまあ約1年、来月で1年なんですけども、それが私の現在の思考がどうなっているかなんですけども、お金について本当に変わりました。何かというと、お金に対する心配がなくなる、もしくは欲求をほぼ感じないという状況になりました。 で、なんで自分がそのお金に対してあれだけ興味関心を持っていたものに、えー、その興味関心がなくなったかと。 いうことを自分なりに考えてみたんですけども、まずお金に対して興味関心が出る理由っていうのは二つあると思ってて、で、まずその一つ目が、えー、欲求ですよね。あれを買いたいとか、まあ、人より良い,い暮らしがしたいとか、まあ、そういう欲望から、えー、もっとお金が、もっとお金がというところで、えー、お金に対して執着するというのが一つあると思います。まあ、私は主に20代ですよね。20代、自分が使いたいお金、 に対して、会社からもらえる給料が少なかったので、本当にそういうお金に対して、もっと稼ぎたいという思いが強かった。まあ、それは欲求から来るものでした。でもう一個の、もう一つの軸としては、心配から来るお金の執着があると思っています。 これは私が40代前半ぐらいから徐々に感じてきたところなんですけども、まあ、自分がいつか老後ですよね、会社を辞めて稼ぎがなくなるかもしれないということを現実的にリアルに感じ始めた年代が40代前半、42、3ぐらいだったと思うんですね。60歳までもあと20年もない。20年前って20歳だよなと。結構すぐ来るんじゃないと。 いうようなことを考え出してから、老後、60歳以降の自分というのを結構リアルに考えるようになったんですけども、そうすると本当に、その今の会社の収入がなくなった時に、自分はやっていけるのかというような心配事が出てきました。で、そういったその心配という側面、そして欲求という側面から、 えー、無職になって約1年が経過した現在では、えー、その何、えー、て言うんですかねリミットっていうんですかね、まあ、それがかなり下の方に来てあんまりお金に執着、えー、関心がなくなっている自分に気がつきました。 で、これ自分なりに、えーまあ、そういったなんでその二つの側面の欲求がなくなったのかということを考えてみたんですけども、まずその一つ目、こちらですね。今現在、去年の6月に会社を辞めたと言ったんですけども、その去年の6月から、現時点までの資産推移が本当に 順調そのものなんですよね。えーま、株式投資をやられている方はわかると思うんですけども、本当に去年の6月から今年の3月ぐらいにかけては、えー、もう本当に順調そのものの右肩上がり、プラス、ま、円安も、えー、味方してくれて、えー、特にドル資産が多い人、えー、S&P500 のインデックスファンドを持ってたり、えー、オールカントリーのインデックスファンドで、えー、お金を運用している人は、ま、かなり、えー、資産が増えていると思います。 そういった意味で、私はそういったお金がある程度増えているということによって、そのお金に対する心配っていうのがあんまりなくなってきてるんだろうなというふうに感じています。で、それ以外にもあって、これは金額とかそういう話ではないんですけども、 私自身が感じているということが重要だと思ってるんですけども、もう十分な資産があると思っている。もしくは信じていると。で、ここで重要なのが本当かどうかはもうさておき。それはどうでもいいんですよ。本当かどうかなんて、この,この後の株式市場がどうなるかわかんない。為替がどうなるかわかんないから、もう誰にもわかんない世界で、大切なのは自分がそう信じれるかどうかということなんだと思っています。 で私,に対し私に関してはえそのインデックスファンドで資産運用してるんですけどもえその資産がえ多分私がえ死ぬまで尽きることはないだろうなとえま多分え自分が信じてる話で言っちゃうとえ私は自分が死ぬ時お金が3000万4000万ぐらい残してま死ぬだろうなというふうに思ってるんですよねつまりえここからお金がえ今順調そのもので増えてるんですけども いくら増えても、その自分が亡くなるときの金額ですね、これが増えていくだけというふうに私は信じきっているので、それってもう意味がないというふうに思っているので、増やしたいという欲求もないですし、お金が尽きるという心配もなくなっているということで、お金の関心が減っているということなんだというふうに自分の中で考えました。 はい。ということで、私は、会社を辞めてから1年経つ今の生活水準がもう本当に心地いいと思っていて、今より良くしたいということをそんなに思ってないんですよね。ただそんなに思ってないっていうだけで、全然思ってないというわけではないんですけども、 そりゃお金があるに越したことはないですし、まあ今より広い家、もっと都会、家賃相場の高いところで快適な生活をできるのならやってみたいという気持ちはあるんですけども、それをするためにはもっとお金を増やすためにリスクの高い投資をしたり、あとはお金を稼ぐために自分の時間をその働くというためにそのリソースに割り振らなきゃいけないわけじゃないですか。そこまでして、 今の生活水準を上げたいという気持ちがないという方が、えー、と自分の心情をより正確に表しているというふうに思いますつまり今以上の生活をできるんならやりたいんだけどリスクを取ったり自分の時間を使って仕事にで稼いだりっていうことをしてまで自分の生活水準を上げたいとは思っていないと。 いうような、えー、っと、心境、えー、考え方に落ち着いちゃっているので、えぇ、ー、まあ、そうなっちゃうと本当に、もう放置するだけお金をインデックスファンドに入れているだけでもう済んじゃうので、もう本当にお金に関する興味関心が日々なくなっているということを今強く感じていますね。で えと、結構、あの、会社を辞めて、ファイヤーっていう言葉ありますよね。ファイヤーした人の動画とかを見ていると、まだお金を増やしたいっていう人が、 まあまあ少なからずいらっしゃってて、まあそれはそれで全然、え悪いこととは思わないんですけども、少なくともやっぱそういう人たちは、この欲求もしくは心配、まおそらく心配の方が強いんだと思うんですけども、えまあそういった欲求心配ごとからお金を増やしたいという気持ちから、まお金に対する関心があるんだと思うんですけども、まあ私は、まあこうか不幸か、えまあこの鈍感な気持ちが、逆に今後、えるまるショックが来たら、 まあそんな悠長なことは言ってられないんで、まあその時にまあ私は慌てふか、ふためくんだとは思うんですけども、少なくとも今の心情、心のストレスは本当にお金に対しては全くないという状態がありがたいことに続いています。で、今後も多分、この調子で、インデックスファンド、株式市場が安定している限りは、私はお金に対して興味関心がなくなる日々、 どん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 減っていくというような今後将来だになっていくんだというふうに思います。これは私にとって非常に良い,い状態だと思っているので、できればお金に対する興味関心がまた昔のようにぶり返さないことを祈るだけですね。はい。ということで、お金に対する心配事が無職になって1年で早くもなくなってくれたというのは非常に嬉しい誤算でした。 で、このお金に対する興味関心がなくなった、えー、減ってくるということと、えー、反比例して、えー、逆に、えー、興味関心が湧いてきたものがあるんですよね。で、それが何かというと、えー、健康に対する興味関心が強くなってきています。えー、昔は、えー、マネーリテラシーを上げようと。 いうふうに頑張って勉強していたんですけども、今ではすっかり、ヘルスリテラシー、健康に関して勉強しようという気持ちが強くなって、健康に関する本を日々読んでいるということで、私の Vlog をご覧になっている方は、もうもう十分なほどわかっているとは思うんですけども、もう私はすっかり健康オタクになって、日々なっているという感じです。はい、ということで、結局、私が無職になって1年経過して思うこと、 お金よりも自分の健康な体そして健康な心これを維持することが一番大事だという当たり前のことに気がついたということで。 多分こんなこと知ってるよと。何当たり前のこと言ってるんだというような方が多くいらっしゃると思うんですけども、本当に、その当たり前と思っていることが私はすごいと思いますね。私はサラリーマン時代、というかもうほんの数ヶ月前までですよね。お金が一番大事だと思ってました。自分の健康な体、そして健康な心。 にはそこそここ自信があったんですよねただこれ今から思うと根拠のない自信えまあ入院したことがないとかえそれでメンタル的にやられたことがないうつ病になったことがないというまあただそれだけのことでえ自分は健康これに勝手な自信を持っていましたただそれって目に見えないものでえ結構健康診断の値とかもそんなにいいものでもなかったし、えー 体重ですよ、ねえー、もうメタボメタボなんで、えー、体脂肪も多いし、えー、決して健康な体ではなかったけども、えー、入院したことがないというだけで勝手に健康な体だと思い込んでいましたでまたメンタルに関しても、まあ、これも結局目に見えないので、えー、本当は自分が、えー、結構やばい状態になっていたかもし時があったかもしれないんですけども、まあ、そこに結局、えー、自分は たまたまそこで病院に行ったりせずに、まあ、仕事をずっとやることで気を紛らわしてただけなのかもしれないですよね。だからこの辺も本当にわかんないので、結局、えー、自分が健康かどうかもわからないにもかかわらず、勝手に健康だと思い込んで過ごしていた、まあ、自分の愚かな考え方にやっと50を過ぎて気がついたというのが最近の私の状況です。 はい。そして、私は、そういった思いから、まあ、過去の自分の思い上がりを反省して、食事、そして歯、そして精神、メンタル、そして運動すること、そして睡眠とか、まあそういったことに関する、自分の健康全般に関する書籍に、今は興味が移っているという状態になっています。 で、こうなったきっかけが、本当に、えっ、ー、と、2、3ヶ月前ですかね、今年の2月か3月頃だったと思うんですけども、まあ、たまたま本屋で立ち読みして、えー、まあ、なんとなく健康の本とかも立ち読みしてたんですけども、その、え冒頭、あの、頭のところに書かれていた、えー、さあ一緒に、これからヘルスリテラシーを向上させましょうというような、え冒頭の文章を、 読んだんですよねで。その言葉に私は非常に衝撃を受けて、まあ、何に衝撃が起きたかというと、リテラシーという言葉は、これまで私はマネーリテラシーという言葉しか知らなかったんですよね。 で、リテラシーって、まあ、当然いろんなものに対してそのリテラシーがあるって、まあ、健康についても当然、えー、そのヘルスリテラシーという言葉は、それはあるよなということを、ふとこの時初めて、えー、知ったということで、いや、俺なんて、えー、その健康に対して無頓着だったんだろうという反省の念から、えー、その健康本を買ってみようと思って読み始めて、で、最初に読んだ本にドハマりして、 やっぱり、えー、こういった、えー、そういうなそのよ、私が読んだ本はあの、エビデンスに基づいて、えー、ずらずらとその事実だけが書かれていたという本だったんですけどもあ、こういうエビデンスがちゃんと研究して発表されてるんだと。 いいうことを聞いてえ見て見、えーまあ、本当に衝撃を受けて、まあ、ますます、まあ、ちゃんと健康については勉強して、まあ、正しい知識、えー、現在の最新の情報を、えー、キャッチアップするという行動は本当に必要なんだなということをその本を読んで。 えー、強く思いましたでその本を読んで、えー、その後、えー、食生活を大きくガラリと変えて、えー、運動ジムにも行くようにもなったしっていうような感じで、まあ、私の生活習慣そのものを見直して、まあ、現在に至るというような感じなんですけども、まあ、本当に健康については、えー、本当に知ってるようで全然知らない自分に驚いたというのが、まあ、ここ23ヶ月の、えーまあ、私の変化です。 はい。ということで、まあ、これが、えー、私は健康に対して興味が強くなったという話です。で、えー、まあ、それ以外にも、無職になって、えー、1年経過した私の思考として、よく無職になって、えー、やっぱりまた働きたくなるとか、いう話があるので、えー、じゃあ君は働きたくならないのという話をしていこうと思うんですけども、えー、また仕事をしたくならないのかという問いに対して、自分の中で自問自答してみたんですけども、えー、全然なっていません。 で、じゃあなんで自分は仕事をしたいと思わないのかということをさらに深掘りして考えてみました。で、まあいくつか要因はあると思うんですけども、まず私はこの YouTube という え、こと、えー、ネット上で、あとブログもそうですけども、情報発信をして、まあ、お金を稼いでるのは稼いでるんですよね。だから全く無職で1円も稼いでるという、稼いでないという状態ではなくて、まあ数万円と少額ではあるんですけども、まあお金を稼いでるという事実はあるので、まあそれで、ある意味満足している部分があるのかもしれません。えー、また、えー、 仕事をせずにぼーっと日々、テレビを見たり、本を見たり、ぼーっとしてる日々ではなく、どういった YouTube の動画を出そうかとか、どういった動画を出せば視聴回数が上がって、チャンネル登録者数が増えるとか、そういったことに結構頭を使ってるので、ある程度、 えまあ仕事、昔やってた仕事から比べると全然大したことはないんですけども、それでもいろいろ考えること、頭を使うタスクが日々発生しているので、それで仕事をやった気になっているのかもしれません。だから、新たな仕事、雇われ仕事をしたいという気持ちにならないのかもしれません。 はい。ということで、まあ、お金も稼いでるし、まあ、ある程度、まあ、頭を使うタスクが発生して、ちょっとしたストレスも自分の中で負荷は与えているので、まあ、そういった意味で仕事はしたくならないということなのかもしれないんですけども、まあ、逆に仕事をしなくなったことによって、えー、人とのつながりですね、えー、話すことということに対しては欠けているなというふうに感じています。 本当に人と話さないんですよね。私の場合独身なので、なおさら家にいても誰とも話すこともないので、そういう人とのつながりを、仕事がなくなったことによって、もう全然なくなっちゃったということを、じゃあどうやって人とのつながり、コミュニケーションをやっていくかと。 いうことは自分の中の課題としてあるので、まあそれの解決策ではないんですけども、一つ私が最近やっているのが、まあ、自分でコミュニティを立ち上げてで、そこで人とのつながりを緩くやっていきたいなというふうに考えています。まあ、なので、まあ、仕事はしたくなってないんですけども、人とのつながり、コミュニケーションをしたいという欲求は出ていると。 いうところは正直なところあります。まあ、なのでその人とのつながりのために、まあ、やっぱり働きに戻ろうという人が出るのも、まあ、自分は全然不思議じゃないなというふうに思います。はい。なので、私は仕事を辞めて無職なんですけども、その仕事を辞めたがゆえに見えてくるものもあって、仕事が人に与える良い,い面が あったんだなということを会社を辞めてみて強く感じるようになりましたなので仕事をすることが意味がないとかっていうことは絶対ないと思います仕事をするのは絶対に意味があるというのが私の今の考えになっていますでまあ、結局仕事を辞めたとしても生きるということからは逃れられないと いうことなので、仕事から得ていたものの代替えを自分で探すということが必要になってくるというふうに私は今は考えています。 じゃあ、それって何なのということで、まあ、これ多分、人によって千差万別、いろいろあるとは思うんですけども、私がちょっと考えてみて、思いついたのを何個か挙げますと、えー、まあ先ほど言ったコミュニケーションですね。結局、人とのコミュニケーションは、多くの人に必要なことで、その手段として仕事をするのは意味があるし、えー、あとは、社会貢献ですよね。人から感謝されたり、自分が仕事をすることで、誰かの役に立っていると感じる気持ち。 まあ、あとは、お金を稼ぐということで、ええー、ま、充実感を得られるということで、まあ、そういったことから、何かしらのその自尊心を保てるというような、え、感情がもらっているんだと思うんですよね、仕事をすることによって。まあ、そういった、ま、自尊心を得るためには、じゃあ仕事がなくなりましたということで、じゃあどうやってその自尊心を得ていくのかというところはその無職の人たちの課題になっているんだと思います。 じゃあそのために何をするかということで、えー、ボランティアだったり、えー、それがアルバイトパートだったり、まあそういった地域のコミュニケーションの場を使ったりとか、まあそういったいろんな手段に、えー、なっていくんだとは思うんですけども、まあやっぱりそれって結局何かというと、まあ、これまで仕事でもらっていたものの代わりになるものを結局別のところで探すという、そういったことだというふうに私は思っています。 なので、働くということは全然悪いことじゃなくて、むしろいいことだと思っていて、生きていくために働くことは必要な行為。ただ、悪いことは、やっぱり働く環境として、ストレスフルな環境に身を置くということがダメで、ストレスフルじゃない環境で、緩く仕事をし続けるということは、 えー、生きていく上で、まあ、必要なんじゃないかなというのが、えー、無職になって1年目の、えー、私の今の考えです。で、今私はそれを、えー、その YouTube とか、えー、そういったもので何とかできないかということで、日々、えー、模索しているというような状況になっています。はい、ということで、まあ、この1年間で無職になって、かなり私の考え、頭の中は激変していたんですけども、 さらに今後、自分がどう変化していくのかというのは本当に非常に楽しみなことですね。会社を辞めてたったの1年でここまで自分の思考に変化が起きるということはもう本当に予想外でした。予想外すぎますね。で、間違いなく会社員時代、1年前の自分と比べると、思考、考えることはもう別人レベルになっていると思います。 はい。ということで、まあ、今後自分が本当にどう変化していくのかということは楽しみでしかないんですけども、えー、じゃあその健康に対する自分の、えー、知識、欲求を、 え、満たしていったらどうなるかということをちょっと今考えてみたんですけども、まだわかんないんですけども、ま、今後について、ま、健康の次に興味がありそうなものが何があるんだろうなというふうに考えてみたんですけども、ま、やっぱりまずはやっぱりコミュニティ作りですね。これも結局健康につながることなのかもしれないんですけども、誰かと話したいっていう欲求をいかに解消するかというのが、多分健康の次に自分にとって大きな課題になってくると思うので、え、そういったコミュニティ、自分なりのコミュニティを作っていこう。 簡単に言っちゃうと友達作りということが、えー、自分のミッションになってくるんじゃないかなというふうに思っています。えー、まさか50代会社を辞めてたど、えー、り着いたその先に何があったかというと健康だったり友達作りだったりなんかもう本当に当たり前っちゃ当たり前のことなんですよね。まあ、そういった当たり前で、まあ、昔から大切だと言われている口をしょ酸っぱくして言われていたような当たり前のことが まあやっぱ大事なんだなということに結局自分は立ち戻りました。まあお金じゃなくてお金よりも大切なものは健康だし、えー、そういった友達だし、えー、そういった、まあ、昔で言うと自分がこういうことを聞くと何綺麗事言ってんだよというふうに聞こえるようなことが今の自分として高い価値観、高い興味関心を示しているという正直な今の気持ちになっています。で、あとこれは、えー、とかなり壮大な、えー、自分の え、プランになるんですけども、これ本当に自分の中で達成できるのかどうかわかんないんですけども、頭の片隅に置いておきたいということで、え、YouTube 以外での自分のビジネスを作りたいなというふうに思っています。どういったビジネスかというのは全くまだ考えてないんですけども、え、誰かの役に立ちたいということが前提になるビジネスが、 作れればいいいかなという,ふうに思ってますもしこれができるとですけども誰かのためになってるというふうな自分の自尊心気持ちがプラスに作用しますしそのビジネスによってお金が得られるということでそれもそれでまた自分の欲求も満たせますしそれが誰かのためになっていろんなコミュニティの基盤になると いうふうになれば、そこでコミュニティ友達作りも満たせると。結局自分の全てが満たせる、そういうプラットフォームではないですけども、そういったビジネスを作れれば最高なんだけどなというふうに思っています。ただこれを え本当に自分がそういったことをえ考えつけれるか、考えついたとして行動に移せるか、行動に移したとしてまあ利益が出せるかと、人がついてきてくれるのかというまあたくさんのえーハードルがあるので、これは本当にえ今後10年20年かけて、一個でもチャレンジできればいいかなというようなえ本当にえ大きな大きな ま夢ですね。目標と言ったらまだお,おこがましいという、まあ、夢レベルの話にはなります。はい。ということで、えーまあ、以上が、えー、私が無職になって1年、えー、自分の思考がどう変化していったかという話になります。えー、なのでま、まとめると、あんだけお金お金というのが、えー、自分のプライオリティで一番だったのが、1年、たった1年でもうそのお金はもうどうでもいいですよと。まあ、お金よりも結局自分の健康、 をいかに健康な体健康なメンタルをいかに維持できるかというところに興味関心がいきさらにはどうやってコミュニティを作るか友達を作るかというところに頭を働かせていると考えているというのが今の私の思考になっていますじゃあこの先3年5年10年と時間が経過した時に自分の頭がどう変わっているのかと いうところは、まあ、先ほど言ったように、まあ、本当に楽しみでしかないということで、えーまあ、そういった自分がどう変化していくのかというところを、まあ、そのログに取るという意味でも、えー、その Vlog というのを今、私のチャンネルで細々とやってるんですけども、週3回、私の日々の出来事を Vlog 形式にまとめてアップしている、まあ、そういったチャンネルがこの私のチャンネルなので、もし、この無職の私が今後どういうふうに考え、生き方が変わっていくんだろうということを、 ことに興味がある方はぜひこのタイミングでチャンネル登録をしてくれると嬉しいですはいということで以上最後までご視聴,ご清聴いただき誠にありがとうございましたもしよければ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします失礼します